ました。さあ今回からやっていくんですが、速攻英文法というやつですね。速攻っていうのがついてますけども、即効果があるというそういう意味でございます。普通にね勉強してきたんだけども、実際問題解いてみたらできないよっていう人ですね。そういう人たちのために演習問題を用意して、こんな形で問われるんだよ、実際の入試問題でこうやって出題されるんだよっていうのをすぐに分かるようにしてるわけですね。それがこの速攻英文法と呼ばれるやつです。でさらにまあよく出る問題ですね。まあ品質のものを集めているんですけども、それだけじゃなくて足をこうやって引っ掛けてくるんだよっていう、そういったものも紹介していきます。なのでまあまさにかゆいところに手が届くみたいな講座になりますので、ぜひともこれを使ってですね、なんか英文法を勉強したんだけど自分解ける気がしないなっていうのを、できるんだっていうのに変えていってください。はい、それではやってみましょう。If it なんとか raining soon, shall we go out for a walk? っていう風に言ってます。選択肢見ると stopped, stops, will stop, would stop っていう風に、はい、ストップの様々な形が並んでいることがこれでわかります。で、見てみると If it なんとか raining soon, shall we go out for a walk? って来てて、今時制の問題ですから、いつのことを言ってるのかをきちんと考えます。そうすると、まずこの if の塊をちょっと溶かしちゃいますよ。はい、この後ろ shall we go out for a walk? これいつのことですか？はい、これからやることですよね。Shall we go? って言ってますから、で、こう行きませんかって言います。で、for a walk なんで、散歩行きませんかって言ってるので、はい。未来のことです。これからやることです。で、if 出てきたよってやつですね。if が出てきた時っていうのは、はい。未来のことでも、そう。現在形っていうので、未来のことで will 使っちゃダメだよってやつね。この stops。入れちゃったら、1入れちゃったら、こっち仮定法になりますからね。覚えてますか？ if の中に過去形あって、主節時は助動詞の過去形が出てくるよとかって言ったやつです。はい。それになっちゃうので、はい、ダメです。なんかもう if いたらすぐに過去形って飛びつく人いますけど、そうじゃないですね。はい。これは、だから、時、条件の副詞節の中では、未来のことでも現在形っていうめちゃくちゃよく出るやつです。はい。ということで、今回のテーマは、時、条件の副詞節というやつです。はい。なんで、今回はこれをやっていきたいと思います。これがどういう形で出題されるのか、こうやって理解しとかなきゃいけないよっていうのを説明していきたいと思います。はい、なのでまずこのシリーズは時制からやっていきますので、まあ、その後でね、皆さんからまあリクエストとか聞いて、これやってあれやってみたいなのねやってきますので、まあぜひコメント欄で書いてください。では、解説していきますけど、 Shall we go out for a walk? ですね。はい、こういう風に、まあ、go out 外に出るですね。 for a walk ですから、歩きに、だから散歩ってやつですけど、でこの時条件のっていうんですけど、まあ if っていうのはもしってやつじゃないですか。もしっていうのがこの条件ってやつです。なんとかの時っていうのが時です。まあ、そのままですね。だから when とか出てくるやつですよ。で副詞節っていうんですけど、ここ if って何詞ですか？そう接続詞ですね。接続詞っていうのは文と文をつなぐものです。SV をつなぐものです。なんで、まあもうここに S、it があって、まあ転校とかねってね。はい。で、ここに動詞が入るわけなんですけど、主語動詞が2個あるじゃないですか。主語動詞が2個あって、それをつないでいるやつですね。のことを接続詞と言います。で、もって、この接続詞が頭にくっついていない SV のことを主節と言います。はい。メインクローズですね。はい。これが主節と言います。でもって、主節の前っていうのがですね、この赤で書いてるやつの SV の前っていうのは必ず全体で副詞になんなきゃいけません。はい。あの、丸括弧が副詞の人はそれで書き直してください。はい、僕三角で書くので。はい。ということで、主節より前は必ず全体で副詞です。つまり、これが副詞なんですよ。塊全体で。で、その塊の中に主語動詞が入ってるやつのことを節っていうんですね。なんでこいつ副詞節だとわかります。で、副詞節で、プラスで条件の意味なので、未来のことも現在形で表しますよってやつです。まあこれね、なんでですかってよく言われるんですけど、諸説あって分かってません。実際のところはなんでなのかっていうね。実は別の形が最初はあったんだけど、それが形がね、変わって現在形になったんだとかね。この if、もしとかっていうので、もう、それが、成立してるっていうのを前提としてるんだ。ね。その成立してるってことを前提としてるから、だから現在形だとかっていろんな説がありますが、分かってません。とにかく、時条件の副詞節の中で未来のことも現在形で表すんだと分かってください。なんで、雨がもしすぐ止んだら散歩に行きませんかっていうやつでした。で、じゃあこれ when 使って言ってみますね。まあ when だとあの soon ってつけらんないんで、こうなりますね。When it stops raining, shall we go out for a walk?っていう風になりますね。雨が止んだ時、散歩に出かけませんかっていうわけです。だからこれも雨が止んだ時って言って、ほら
現在形で表されてますよね。未来のことでも現在形なんだよってやつです。だからこれ時です。でこうやってやるとですね、厄介なことが1個出てくるんですよ。この出節の前だから、これね全然問題ない。あ、出節の前は絶対副施設だから判断できる、未来のことでも現在形だ。そう、後ろに来る時が厄介なんですよ、これってね。例えばこれ2つで意味違いますね。 Please let me know when John arrives と Please let me know when John will arrive ってやつです。さあ違い分かりますか、はい。まあ、もちろんね、ちゃんと勉強してて、はいはいはい知ってるよこんなのっていう人もいると思います、はい。どう違います？まあ、Let me know っていうのは知らせてねって意味です。 Tell me みたいな意味ですので、でこれを知らせてねって言ってるんですが、さあこれは違い分かりますね。そう、こっちは arrives っていう風になってるのに対して、こっちは will arrive っていう風に未来形になってますよね。ちょっと待ってよってなるわけですよ。何それ、何 when の時、時条件の屈折の中に未来のことでも現在形って言ってたじゃない、これ未来形あって合ってるの、これダメなんじゃないのこの2個目の文はっていう風になるんですけど、これ両方文合ってるんですよ、どっちも。ただ意味が違うんですね。どういうことだかわかります？上は Please let me know っていうのはこれから教えることですから、ほら未来のことですね。未来のことでも時条件の副施設の中では現在形ですね。つまりこいつは副施設なんですよ、はい。なんとかな時って意味になります。それに対して Please let me know when John will arrive っていうのは未来のことを未来形で表してるので、だからこれ副施設じゃないんですね、実はね。だからこれ実は名施設になります、はい。あ、もちろんね、この私名詞この四角括弧で書きますけど、皆さんが習ってて違う括弧の書き方だったら、はい、それに変えてくださいっていう風に。そう、これ名詞なんですよ。だからこれ実はこの脳の目的語と言われるやつですね、はい。塊全体で名詞だよっていう風になってます。だ意味違うんです。どういうこと？上はジョンが着いた時私に教えてください、ジョンが着いたら教えてねって意味です。それに対して下っていうのはジョンがいつ着くのか教えてくださいって意味ですね。だからこれ意味が違うんですよ、はい。というふうにこんな厄介な違いが存在しておりますので気をつけてくださいね。で同じようにこやつどうなります？ Please let me know if John arrives と Please let me know if John will arrive だったら、はい、そうですね。またあれ違いが見えますよね。上は arrives っていう風に s ついてますね。下は will arrive っていう風になってるじゃないですか。上は、はいはいはい、この if は時条件の副施設だから未来のことでも現在形で表してるんだ。だもしジョンが来たら教えてねっていう風になってると。それに対して下はどうですか？この If John will arrive っていうのはそうなんですよ、時条件の副施設じゃないから未来のことは未来形で表してるわけでしょ。なんでこいつ実は名詞なんですよ、はい。まあ、さっきと同じように脳の目的語ってやつになってるってやつですけど、で上は分かるけど下が分かんないって人結構いたりするんですけど、習いましたか？ If なんだけど名詞説の時はなんて訳すんでした？そうそうそう、かどうかですね。ウェザーと同じになるよって習うやつですね。名詞説の場合 if はかどうかになるんで、だから下はジョンが来るかどうか教えてください。ほら全然意味が違いますね。上はあ、ジョン来たら教えて、下はジョン来んの教えてって言うんですから、意味が変わってしまうというので厄介ですね、はい。ということでした。なんでこのね will arrive arrives どうでもいいじゃんって思ってる人も結構いるんですけど、どうでもよくないじゃんね、これ見てわかるようにということだったわけですね。でまああんまり言えないですよ、この区別とかっていうのはね。まあ出そうと思えば出せるんですけど、ただまあ難問として出ることはあるんですが、はい、ちゃんと押さえておいてください。ではですね、時条件の屈折っていうと、はいはいはい、 when if ねってね、 if と when のことでしょとかって覚えてるんですけど、それ以外のものもいろいろ出てくるのでそちらを練習していきましょう、はい。Ms. Bell is stuck in a traffic jam. The important meeting will have finished by the time she... なんとか。悲しい。Arrives, may arrive, will arrive, will have arrived. っていう風になってますね。これ結構ね、やっぱね、見ていくとわかるんですけど、この時制の問題ってね、Arrive 好きなんですよね。Arrive めっちゃ出てくるんだよね。さあ、わかりました。最初、Ms. Bell is stuck in a traffic jam ですね。あ、これ大丈夫ですか？はい、渋滞にはまるという意味ですね。Stuck。ね、ハマっちゃってるよって言って、でトラフィックジャムに、渋滞って言った場合トラフィックジャムは加算名詞なので気をつけてくださいね。数えられます。 Stuck in a traffic jam だ、 Stuck in traffic だけでトラフィックが名詞として使われるんだったらそれはいらないですね。トラフィックって不加算ですから、はい。あとは知らないですか、他にも渋滞っていう表現します、コンジェッションなんていうのがですね、
はい、で、こいつは深さんです。だから、訳です。Traffic jam は、あ、traffic jam なのに対して、こっちは traffic congestion っていうので、つかないです。あが。厄介ですね、はい。こんなのも狙われたりしますので、ぜひとも押さえておいてください。で、重要なミーティングっていうのは終わっているだろうって言って、未来完了形ってやつですね。この時までには終わっているでしょうってやつです。はい、どの時までにっつったら by the time ですね。はい、この時までには by the time SV と言われるやつです。で、こやつも時じゃないですか。で、さらに副詞の塊です、これ。この時までには、この前置詞足す名詞ですからね、こいつね。はい。ということで、これも時条件の副詞節発動なんですよ。時条件の副詞節は未来のことでも現在形ということで、arrives が正解になるって感じですね。はい。なんで、if や when 以外のものですね。そいつらもちゃんと覚えていきましょうっていうポイントです。まあ、このね、by the time がついてて、主節未来完了になるよっていうのも問われます、実際。慶応の商学部とかでもね、出てましたけど、2023年だよね。はい。で、そこも一応覚えておいてくださいね。by the time が来て、SV で、未来のことでも現在形でした。はい。助動詞入ってるやつら全部ダメ。続いていきましょう。I'll return Tomoko's book to her the next time I なんとか her っていうやつです。はい、こやつもですね、will see, saw, see, have seen という形でいろんな形が並んでますが、私は Tomoko の本を彼女に戻しますよ。the next time っていうですね、これ、接続詞なんでしょう、the next time が。はい、さっき by the time がありましたが、今度は the next time っていう接続詞です。で、これも、I will っていう風に未来のね、印ついてますから、そう、時制ってね、こういう風に印を見つけることが大事なので、いつのことかなっていう、必ず印を見つけてみる。時制は印を見つけるっていうのがめちゃめちゃ大事です。印を必ず発見してください。で、今回は will っていう未来のことがある。でも、時条件の副詞節ですから、未来のことでも、現在形。はい。C が正解です。はい。これ、時条件のね、まあこれ、時の副詞節。っていうのを作るキャラクターなんですね。The next time SV 知らないってなった人は覚えておかなきゃいけないわけですよ。今日絶対に覚えて忘れないでくださいね。はい。では次行きます。はい、次は I'll keep your room in order until you なんとか back って言ってます。で、come, would come, came, coming っていうですね。はい、今回は青学の問題ですね。基本的にセンター試験と青学の問題が出てくると思ってください。なんでですかって言ったらですね、このデータベースで見ると、一番最初にセンター試験の問題がバーって並ぶんですよ。その後に、あゆえお順で大学の問題出てくるんで、で、一番あゆえお順で並べた時に、愛知なんとか大とかってね、並んだ時に有名なのが青学になるので、文法問題たくさん出てね。だから、大体センター試験と青学の問題で探していったら、もう欲しい問題が集まるので、なので、この2つばっかりだと思ってください。はい。まず印見つけると、そう、I'll っていうね、未来の印がついてますね。で、あなたのルームをちゃんときちんとした状態にしておくよって、in order ですね。はい、整ったっていうんですね、このね、in order 知らない人ですね。整った状態、整理整頓された状態にしておくよって、until、はい、you なんとか back って言って、そうです。これも時を表しますよね。until って接続詞でね。だから、あ、これも時、条件の副詞節だ。だから、未来のことでも、現在形だな。っていうふうに分かんないといけないわけですね。はい、分かりました。こんな風に出るんだ。by the time, the next time, until なんかも出題されるんだっていうのをちゃんと押さえておきましょうかね。で、in order はちゃんと知っといてください。だから、もともとね、この、何々 in order とか、place 何々 in order ね。これをちゃんとしておくよ、準備しておくよっていう意味です。で、そこで、こいつがよく使われたので、何々するためにこれをちゃんとしておきますよ。これを準備しておきますよっていうので使われたんですよ。よくこれね。よく使うから、put something in order, place something in order。ほら、in order to do っていうのが実は生まれたと言われていますね。はい、あと、まあ、set something in order なんかもあるか。はい。ということでした。はい。これ豆知識ですね。別に知らなくてもいいですけど。なんで整理整頓が何々するためにになったんだろうって思った人いるかもしれないですけど。そうです。ちゃんとした状態にしておきますよ。これするためにっていうセットフレーズが後ろの方がよく使われるようになってできたフレーズです。はい。最後。We'll give you a call as soon as we なんとか at the airport.
ってますね。はい。リブヒトアポー、電話するよってですね。で、as soon as we なんとかっていうアポー。arrive, arrived, were arriving, will arrive. ほら、arrive じゃん。よくあるんだよね、これね、本当に。はい、時間は？そう、未来ですね。will。こういうふうに、まあ、ちなみに、代名詞来てる場合っていうのは、喋るときは縮約形にするんですよ。点つけて、短くするんですからね。はい。で、as soon as we なんとかってして。で、これも、はい、未来のことでもですね。as soon as の塊の中では、こうしたらすぐにという副詞節の中では、はい、現在形で表してください。ということでした。はい。だああ、そうなんだ。by the time, the next time, until. そして、as soon as なんていうのも出るんだっていうふうに、ぜひとも覚えておいてください。何々したらすぐに。で、何々したらすぐに、はい、一語で言い換えると何ですか？言えます？ once ですね。はい。the onceっていうのも多義語ですね。かつてとかね、いろいろあると思います。一旦何々するぞっていうふうに訳されますけど、何々したらすぐにという意味になるので、しといてください。だから、英英辞典引けば、once の言い換え、接続詞のところ、as soon as って書いてありますからね。知らなかった人、ぜひとも覚えててください。で、一応、もっとレベルの高い表現で、the moment っていう表現があります。これはまあ、難関大ですかね。あんまり出てくることはないですけど、the moment も the moment SV。硬い表現ですけどね。はい、なんとかしたらすぐに。っていうので出てくることあります。もともと the moment that って that だったんですけど that が取れて the moment sv っていう形、あとは the very moment ですね。形容詞の very、 まさにっていうので、まさにこの瞬間みたいなので使われることもあります。なんで、ああそうなんだって思ったら、まあぜひね、辞書とかで調べてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。普段 when と if だけで勉強してたけど、その他どういう感じで出題されるか知らなかった。あ、こんな感じでいろんなパターン出てくんだっていうのを知ってもらえたらよかったんじゃないかなと思いますね。でもそれが分かればもう絶対に攻略できるので、あとは絶対復習してくださいね。それやんないでやってったら意味ないですからね。そう、自分で勉強するっていうことが一番大事なことですから。だから Once you learn something, you have to review it yourself。 はい、自分自身で勉強することが大事ですからね。はい、これまあ when でも if でも as soon as でもね、言えたと思いますけどね。まあまずは何かを習ったら、それを自分で復習するっていうことが大事なんですよ。わかりましたね。そういう感じでやっていきますので、ぜひともお勉強していってもらえればいいんじゃないかと思います。あとはまあ狙われるポイントなんかもね、いろいろと説明したりできるので、 arrive だったら arrive at だよとかね、もうちょっと大きいね、くくりだったら arrive in Tokyo だよとかね、 arrive in Japan だよとかっていうのも習われたりするので、そちらもちゃんと押さえておいてください。そうですよ、これ正誤問題とかでもね出ますからね。その辺の話もちゃんとしていきますので、はい、ぜひともついてきてもらえればと思います。はい、この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてクラウドファンディングのどうぞお願いいたします。